はい、では次はこれです。NG の続きからやっていきたいと思いますよ。お店にやってきました。クラウド席のドアを開けると、ヌツキさんが出まがいてくれた。そしてもう一人。おう。いやー、アミちゃん、こんにちは。ヌツミさんから聞いたよ。今日はお兄ちゃんに行って。もうお母さん、デートなんて言わないよ。恥ずかしい。こんなやつ。ふふ、いいじゃない。素敵なお花を見つかってみたいし、アミにつけてくれたと、もうありがとう、おばあちゃん。天海くん、二人も帰ってきてもらったし、少し休憩してもよかった。ええー、もちろんです。厄介な客だと思われてる。天海、何をしに来たんだ。何、近くまで来たから、あの、メディア。天海くんにパソコンの使い方を教えてもらっていたんだ。普段は文章の作成しかしないし、ネットに詳しくないから助かったわ。このデータのことならいつも募集しますよ。ところで、あみちゃん、その綺麗な花とのお母さんへのプレゼントかな。そうじゃないんだ。そのね、お友達のために選んだの。喜んでくれるといいなと思って。なるほど。あみちゃんの友達がとても素敵な女の子なんだろうね。きっと気に入ってくれると思うよ。どうだったらいいな。あれ、お花ちょっとしおれてる。しばらく水にさしておけばきっと大丈夫。すぐ元気になるよ。それに水にお薬を溶かしておくと枯れにくくなるね。そのお薬使いたい。お母さんに肩教えて。じゃあ一緒にやってみましょうか。こっちへいらっしゃい。アミやナツミさんと一緒に奥のキッチン席へ行った。で、なんでまた花を置かんのに君が付き合ってんだ。柄にもないことをしたもんだね。熱で具合でも悪いのか。うるさいな、旦那暇つぶしだ。昨日の夜から今までにあったことを天海に話してみた。そいつは驚きだな。どうやってな、そんなに俺と金の組み合わせが珍しいか。それもあるけど、びっくりしたのは葉月と女の子の方だ。確かにマナーしか君にやらない原因だったからな。その子はアミちゃんの友達だったから、なかなか激しくてね。たまたまだ。世間ではそれを縁があるって言うのさ。その子と話してみて、印象はどうだった。俺、心も早いね。いや、好みではなかったのかね。片付その君から見れば、どれもつまらないものなのかもしれないね。ふふ、何気の音がないな。そりゃ、交通事故であった高村ゆりってことだけど、現場の高架下が組事務所の近くからよく覚えているよ。確か犯人は、捕まってないんだっけ。ああ、恐ろしいな。あそこの高架下、抜け道として便利だな。だから意外と交通量があるらしくてね。死者が出たのは初めてだけど、事故だけにここ一年で数件起きてる。昨晩通った高架下の光景を思い道幅のないあの場所だと車をかわすのも一苦労しそうだ。てか車は片側からしか通れないと思うけど。だが年に数件も多いな。そうかもしれないね。だからクラスの女の子なんかは呪われて降下しないって噂してるし、まあ大差で付き合いに言われてるからどんな噂も知らないから。なんかみんなからばかりじゃない変。話してたらあれを見て興味が湧いてきたな。ちょっと調べてみるか。さあさあ、天海が顔を頼むオートパソコンを操作したいと。すぐにニュースサイトの画面が表示された。時代的にはちょっと前なのかな。ああ、これだ。6月30日、吉祥寺の花坂町でひき逃げ。亡くなったのは高村ゆりさん、15歳。あそこもちょっと古いな。記事の扱いがかなり小さく、目新しい情報にも当たらない。たったこれだけか。他に何か。ニュースサイトはいくつかチェックしたが、どこも似たような内容ばかりだ。うん。
だったら神坂の交通事故を語ってる掲示板を追ってみてと。よし、引っかかったぞ。画面を覗き込むとパステルカラーの1ページが表示されていた。プロフィールという大きな見出しがあり、その下にはユリと書かれている。これは高村ユリなの？そうかもしれない。お、日記も書いてみたみたい、だ。日記も書いてみたいだ。早速中身見てみようじゃないか。天の目の操作でページが切り替わり、日付ごとにまとまった文章が表示される。学校の話、友達の話、親の話、取り留めのない内容を書いていた。今日は同じマンションの A ちゃんと親友の K、3人で遊んだか。A はアーミー、K は葉月香織のことだった。僕らの知る情報と共通項が多いのは確かだね。見ろ、この日以外にも A ちゃんと K はたびたび登場している。ずいぶんとの間に日記を書いてるな。この日が朝日か。日付は約1ヶ月前、高村ゆりが死んだ2日前。1999年、ああ、90年代じゃん。1999年6月28日、A ちゃん、今日も私のプレゼントしたヘッドホンをつけていた。いつもクルス桃の曲を聴いてみたい。今日私の前でワンダーラビッツを熱唱してくれた。K にも聞かせてあげたかったな。絶対にお喜びしたはずだし。そういえば今日学校の会議に家の前で変なものを置いてあった。黒い紙のハガキだ。お、裏には謎が書いてあったけど分からなかった。誰かのいたずらかな。なんて書いてたらいつもの笛の音が聞こえてきた。夜に練習されるのは困るけど、とっても綺麗な音色、聞いてると心がやさりできた。今日はなんとか眠れそう。おやすみなさい。おらららららら、ら日記はここまでか。どうにも平凡な内容だ。期待外れでつまらない。おパンツ、気になったことあるかい？いや、黒い髪はハガキだよね。確かに妙なハガキだな。ハガキは明るい色が必要だ。予備番号を機械に読み取らせる都合上ね。その黒いハガキの中、別の前にも置いてあった。謎の図が書いてあったのも同じだ。夏美さんのマンションと君のアパートは近かったよな。手口の類似性からするに同一の愉快犯の仕業だろう。犯人もきっと子供だよ。謎の図だし。そうだよな。本当にそうかな。何度読んでも事件性ってな、事件性とほどのものは感じられないな。どんな内容を期待してたんだろう。誰かから脅迫状が届いたとか、誰か怪しい奴につけられているとかだよ。そういうのがあると想像が膨らむだろ。実は事故に見せかけた殺人だったなんて盛り上がる展開だ。悪趣味だなお前は。謎に満ちた人ごとの人は、他人事の詩は誰にとってもエンターテインメントだ。でなきゃミステリー小説があんなに売れるわけない。かもね。こいつはそういう男だ。まあ的を得ていくんじゃないっていうことは。甘いマスクの裏にある本性は真っ暗でなおかつひん曲がっている。さて僕はそろそろ帰るよ。ごめんじゃなかなか忙しくてね。残念ながら今日はもう夏美さんも相手をしてくれそうにない。ノートってくれても構わない。二人にはよろしく伝えておいて。と、そうだ。これよかったら飲んでくれ。ドリアンソーダか。今度感想を使ってくれよ。それじゃあ。結局これもいいやつだな。日中で飲むのかな。あの目はあっさりしていった。キッチンから乗ってるさんとアメリカのそんな声が聞こえてくる。今つばしに店内を掃除していると、あっという間に店を開ける時間になった。結構買いアパート多いな。開店時間は過ぎたが客は来ない。そのせいもあって夏美さんたちはここに引っ込んだものだ。つくづくマイペースの経営だと思う。
アミと夏美さんを待つ間、ぼんやりと店のテレビを眺めていた。偶然、例のアイドル、クルスモモの出ている番組がやってきた。それで、ももちゃん、来週からの夜の大恒例ミニライブ、私はどうかな？そうですね。小規模とはいえ野外ライブは初めてですが緊張しますけど、私の声が天国地獄にも届くよう全力で歌う所存でございます。お盆にはまだ早いですけれど、大勢の霊が来てくれるといいですね。不思議綺麗だね。ゴシックファン色の銀髪の少女が所属にしたっていう。グラビア雑誌で見たクルスモモとかいうアイドルだ。神作の山田神宮で開かれる夜大恒例ミニライブ、生きてるお客さんも神宮の敵様も共に楽しんでくださいね。確かにオカルトアイドルらしく金がこれでもかっていた。アミはこいつのファンらしい。悪い影響を受けなきゃいけない。ようやくキッチンから二人が出てきた。おパンツくんを持って、アミ、骨が元気になってなってよかったわね。うん、ユニちゃんも喜んでくれると思う。アミは満面の笑みを浮かべていた。ポシェットから出す花束の壁は心なしか元気になったように見えて。お兄ちゃん行きましょう。夏美さんに見送られて俺とアミは店を出た。苦労作業出ると外はすっかり暮れてきた。兄ちゃん早く、ゆりちゃん待ってるよ。おい、そう慌てんなよ。先に行ってるね。あのポッキーでも知らないよ。アミは高架下の方向へと走っていった。ずいぶんと急いでるようにも見える。別に逃げはしないだろうが、まあ高架下に入ってきた。肌にヒリヒリとする気配を感じた。なんだこの違和感は。まるで暗がりの中から誰かにじっと観察されているような、そんな絡みつくような感覚だった。どうしたの？いや、なんでもない。アミにはそう言ったものの明らかに異様な何かを感じる。嫌な感じだ。五感が警告を発していた。ユニちゃんが更新されたよ。高村ユニについてに、マラシに絡まれたのはアズキカル、アズキ、アミとは友人、高村ユニのブログ、上のね、謎の像、黒いハガキ、花咲草の他にも。っていうのが今の情報だね。じゃあ探索してみるか。進んでみるか。金属の棒。あ、バールのようなものじゃん。兄ちゃん何してんの？早く行こうよ。おう、さすがにあのものを拾うわけにはいかないしな。なんか探索パートだな。違う？ないか。まあなんか、そうか。いやー、花瓶のある場所までやってきた。ゆりちゃん、待たせてごめんね。ちゃんとお花買ってきたよ。アミは亡くなった友人がそこにいるかのように語りかけた。カエルちゃんとお兄ちゃんと一緒にいろんな花を選んできたんだ。とっても綺麗でいい匂いだよね。イヌちゃんも喜んでくれるといいな。アミ、さっさと花を揃えて帰ろうか。いい時間だしな。うん。じゃあ、もう花もやる前に一緒にどこか。
何か腐ってる。それを悪臭がする。まあ、どこにあるか。花束を花瓶近くに置いた。忍びてるとはいえ、備えられた花を抜くのは忍びなかったのだろう。しゃがみ込んで手を合わせる網の横に並び、しばらく冥福を祈った。普段なら街からの音が響いている場所のはずだが、辺りはやけに静まり返っており、まるで耳が遠くなったように感じた。あまりの静けさが逆に気になり、何か聞こえないかと耳を澄ます。その時だった。何か言った？上に網がこちらを向いた。別に何も。それじゃあ今のは。あら。私にも聞こえたわ。はっきりしない濁った声が暗がりから響いた。じっと声の下方を睨むと、ぼんやりとした影がそこに立っていた。あ、何かいる。声は何かを語りかけてくる。逃げて。出ないと。え？出ないと？怖い。高架の奥に一台の大型車が現れた。おっと、それは減速することのなく躊躇なくこちらへと向かってくる。アミ、足。どうして何で追いかけてくるの？いいから走れ。駅まで出れば安全だ。走りながら背後を確認する。大型車はまっすぐこちらに追いかけてくる。衝撃かよ。本気で俺たちを狙ってた。疲れてきたよ。頑張れ。あと少しで駅前。そうだ、走ればすぐ駅前にしようかな。そんなはずなんだが、信じられないものが目に映り思わず踏めた。そうだな。ぐらりと目の前に光景が見える。そこにはあの花瓶とさっき網が詰まって花束があった。うわ、出られなかった。なんでまたここに戻ってくるの？あ、行くぞ。もうどれだけ走っただろうか。しかし一向にこの高架下から抜けられてはいらない。どうなってんだよ、おい。そっち側が虚しくコンクリートに反響した。あ、悲鳴を上げて雨が道路に溜まった。体力の限界が近いぞ。アミ、ヤバタン、いや待て、落ち着け。逃げたっていうような焦りと緊迫感、そしてそれを冷静に観察する自分自身、この感覚、試合の時とよく似ている。そう、ただ戻るだけじゃ間に合わない。二人とも車に。沸騰寸前のままクールダウンさせながら迫ってくれないと目測する。距離約50メートル、使える時間は数秒。に行けば追いつかれる。だとすればこの場ですぐ網の安全を確保する必要があるな。そうだ、考えるんだ。俺はいつもそうやって勝ってきた。おっと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 、いいスパイパーですけど、シーンは時間もない。考えない。まず網をどこかへ逃がすから。サバイバルエスケープで一緒に移動して全員の金額のことを見つけた金額を相手に突っ込むとして組み合わせを見つけ出せ、失敗するゲームオーバー。 OK、 暴走者から網を逃がそう。あ、こうバレバレ。ああ、バール、そう、それを。バールを入手して、どうしよう。そしたら、あかん。そして、あ、やめるだけ見るときに入ります。バール、やる。はい。アミ。倒れているアミ、この子にすっぺんになったバール。そのままシャッターの亀裂にかけてバールを入れてました。時間だ。バールをしてね、手を使ってシャッターを力まくね、まくり上げる。網入れ。すっごい。うん。
次へ。バールをシャッターに突き刺したまま、アミの体を穴から奥へと飛び出し込みます。ちょっと待ってね、目の前時間がない。だがどこへ逃げる。俺が滑り込みにします。もう入れないし、どう上かな。配管確か上に逃げれば普通だ。どうやったら隙間に飛ぶ。踏み台に飛ぶ。ここを踏み台に飛ぶわ。手が飛ぶかどうか不安だ。足場としては不安定だ。ミスれば死ぬぞ。足場に飛ぼう。もう一個かけてみようぜ。うわぁ、主人公だから。バーの手に巻き込む分析する一気にフェンスが上がり、天井の配線へ瞬間フェンスが青い手にぐらつけばつかり、強い可能性見がついた。どこ行け。とっさに振り上げたバールの屈曲が快感をしっかり伝えた。ナイス。この子なのったんだよね。まあね、どうだろう。どうかしたら大橋先生です。どう、大橋は、すぐ壁に衝突すると反動で大きく傾き、サイバースペインからのように早まって暮らしている状況へ発展した。サバール生き延びたせ。地面に降りた汗が雫となってアスファルトに落ちた。今のはやばかったな。そうだ、アミ、おいアミ、無事か。呼びかけに応じてすぐにアミがシャッターから出てきた。その顔は恐怖一色に染まっている。お兄ちゃん、そりゃね、あんなことも起きたんだ。ああ、ギリギリだったかな。長い思いを出させていくぞ。アミの腕を握ると、有無を言わせず引きずるようにして熟練回ってました。お兄ちゃん、途中でアミが足を止めた。警察が病院に電話しなくていいの。運転してた人が怪我してるかも。こちらこそこそとした相手の心配とアミの死、さっき目にした壁に激突して仕上げた大型車の様子を思い出す。本来なら運転手が無事なわけないが、中に人がいればな。どういう意味。あの車にはな、誰も乗ってなかったんだ。愛花にぶら下がった後、一瞬だけ車の運転席を見たが、間違いなくそこに人がいなかった。じゃあどうして動いてたの。知るわけないだろ。お兄ちゃん、あのね、車が来る前のこと覚えてる。制服を着た子見えたよね。あれゆりちゃんなのかな。殺すって言ってたよね。あの車もしかしてゆりちゃんが。じゃあなんだ、高村ゆりの幽霊が車を操って殺そうとしたとも言うのか。ありえないだろ。それならまだ悪質ないたずらと考える方が現実的だ。アクセルペダルを固定すれば全身だけなら無人でもできる。だが女子高生らしい影を見たのは事実だ。それも否定できない。本当に幽霊なのか。あ、お花が。ああ、お花が。花瓶へ倒れ、アミが備えた花束はバラバラに引き裂かれていた。大型車のタイヤに踏みつぶされたんだろう。お花、お供えできなかった。私、ゆりちゃんのために来たんだよ。でもゆりちゃんを殺すって、わけわかんない。アミは今にも泣きそうな顔をしていた。ねえ、お兄ちゃん。ゆりちゃんは私が嫌いになったのかな。まあそんなことないよって元気づけるしかないよな。そうだよね、単純ね。いた。どうした。アミは突然つくまってる、足を押さえた。見ると膝が背に向けて血が滲んでいる。恐怖が続いていたせいか今まで気づかなかったらしい。歩けるか。うん、うん。アミの声は弱々しかった。
とても大丈夫には見えない。世話の焼けるやつだ。ほら、思っているからさっさと捕まれ。いいの？ドロドロされる方が困るしな。お兄ちゃん、ありがとう。積んでるか。背中を向けてしゃがむと、おそおそと兄が首元へしがみついた。背中越しに、兄の震えが伝わってくる。じゃあ、さっさと家に帰るぞ。突っ走るから、ちゃんと捕まってろ。うん、わかった。網を背負ったまま人通りのない道を選んで自宅へ向かった。はい、会話でゆりちゃんが発信された。じゃがまだゆりについてさ、襲われて運転手がいない車に間違いじゃない、車イコールゆりの運転オカルトすぎると。なるほど、ここで会議現象が起きてるというところで、次回に続きましょうかね。いよいよじゃないのか、心霊現象が起きたところで家に帰ってきた。はい、というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。兵庫でした。さようなら。